皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本は平和な国だ、綺麗な国だ。一度はそんな言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。ただ日本に住んでいると、日本のどのような部分がそう言われているのか今一つピンとこないかもしれません。ですが、海外から日本に移住してきた外国人からすると、私たち日本人にとって当たり前の日常は異常なほど平和な世界に見えるようです。日本に移住してきたフランス人男性も日本社会の平和さに衝撃を受けた一人。フランスで過ごしてきた今までの日常とは違い、現実離れしている日本の光景にショックを隠しきれなかったのだとか。今回はそんな日本に移住してきた外国人が見た日本に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、愛華がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。住んでいる国が平和だ、綺麗だと言われることはとても喜ばしいことです。国の平和のレベルを表す指標として、世界平和度指数というものがランキング形式で発表されているのですが、この平和度指数というのは、オーストラリアのシドニーに本社を置く経済平和研究所が毎年発表しているもので、2022年の発表が16回目の発表でした。世界163の国を対象に調査が行われ、社会の安全安心のレベル、現在進行中の国内国際紛争の程度、軍事化の度合いという3つの分野でその国の平和の状態を測定しています。2022年の発表によれば、日本はシンガポールに次ぐ第10位という結果でした。また日本は社会の安全安心のレベルの分野では全体の3位という評価を得ています。そんな日本社会に衝撃を受けたというのが、フランスから日本に移住してきた黒人男性。日本とフランスのあまりの違いにショックを受けたといいます。日本はとにかく静かだ、静かな住宅街で暇を持て余すかのようにブラブラしている人も見かけない。マンションの駐輪場には自転車やバイクが規則正しく並べられ、簡単な防犯対策しかされていない。駐車場には手入れの行き届いた車が並び、フランスのように燃えてしまった車は見当たらない。高級車さえも普通に外に止められている。これはフランスでは絶対にありえない光景だ。ゴミの収集日なのか、白いゴミ袋が通行人の邪魔にならないようにと道路脇に寄せてきれいに積み上がっており、散乱していない。さらに自動販売機や公衆電話が普通に設置されている。日本以外の国だったら間違いなく壊され盗まれているだろう。フランス人男性はこのように語っており、日本の日常は異常だよ、現実離れした日本社会の光景は世界の国々が見本とするべきだと興奮気味に話していました。日本人からするとこれは当たり前の光景で何ら変わりない日常ですが、外国人からすると特別な光景に映るようですね。これにはこんな快適すぎる空間がこの地球にあったのか、日本は安全と聞いていたけどまさかここまでだったとは、などと世界各地から様々な声が寄せられていました。早速その一部を見てみましょう。まず一瞬見ただけでも道にゴミが落ちていないことがわかるよね。本当に綺麗な街だ。やっぱり専門の清掃員でも雇っているのか。フランスではちゃんと駐車場に停めてても車が燃やされてることもあるよね。それに比べて日本の駐車場よ、なぜそんな整然と車が止められているんだ。日本の駐車場は安心ってことなのか。素晴らしすぎてもはや意味がわからないよ。俺の国では自転車は盗まれないように縛り付けておくのが基本さ。
日本はもっと高価なスクーターやバイクでさえそのまま止めてあるよね。盗難を心配しなくていいなんて、なんて素晴らしいんだ。なんか猫がいっぱいいない？しかもまるで家の中にいるみたいに道端でゴロゴロしているし。日本は猫にとっても安全で綺麗なところなんだろうな。自転車がぎっしり並べられているけど、あんな風に置いてあったらうちの国じゃ根こそぎ持っていかれちゃうよ。でもそんなことが起こらないからみんな安心して置いておけるんだろうね。あの自動販売機っていう発想もすごいよね。中に入ってる飲み物だけでも相当の金額じゃない？しかもお金も入ってるわけでしょ？どれだけ人間を信用しているんだ。あんなの俺の地元に置いといたら半日で本体ごとなくなってるよ。日本ってやっぱり豊かな国だよな。高級車がたくさん走ってるよ。でもそんな高級車でもみんな普通に外の駐車場に停めてるみたいだった。誰もいたずらもしないなんて、どう教育したらそんな人間に仕上がるんだ。私なんて公園のベンチにスマホが置き忘れられているところを見たことがあるよ。私が公園にいる間そのままの状態で置かれてた。誰も盗もうとしないなんてある意味異常だよ。ここは別の惑星かと思ってしまうけど、本当はどの国も日本みたいに綺麗で平和な街であるべきなんだよ。日本はもともと保守的な国って言われているからね。それが悪い意味で使われたこともあったのかもしれないけど、伝統と独自の価値観を守ってきた結果がこれさ。もう誰も日本を悪くなんて言えないだろうね。この魔法をかけられたような空間が本当に同じ地球の上にあるのかい？信じられないね。こんなに静かで綺麗な街にいつか住んでみたいな。これが日常なんて日本人は贅沢すぎるよ。普通の国の普通の街があそこまで綺麗で静かなものだろうか。どうやら投稿者さんは生まれ育ったフランスよりも日本の方が気に入っちゃったみたいだね。日本人はあまり意識しなくとも公共の場を綺麗に使おうという意識が根付いています。外出先でゴミが出ればゴミ箱に捨てるか家まで持ち帰るのが当たり前。むしろ自分が使った場所を使う前よりも綺麗にしてから帰るくらいの気持ちを持っている人も多くいます。これはサッカー日本代表が良い例ではないでしょうか。まるで誰も使っていないかのごとく整理整頓され、ゴミ一つ落ちていない使用後のロッカールームが SNS で話題になったのを覚えている方も多いかと思います。では日本人のこうした意識はどのようにして育ってきたのでしょう。その一つの要因として日本の学校の掃除に対する取り組みが関係しているのではないかと思います。皆さんも小学校から高校までの学生時代、清掃の時間を経験したはずです。ですが学校で生徒が清掃活動をするというのは海外では当たり前ではないのです。あるデータでは掃除を専門家に任せている国がおよそ6割という結果になっていました。幼い頃から自分たちで掃除をすることが当たり前だった日本人からすると驚きの結果ではないでしょうか。また海外では学校以外でも清掃をするのは雇われた清掃員がほとんどなのだそうです。なので子どもたちもちょっとくらい汚しても清掃員さんがやってくれると思ってしまうそうで、教室にゴミが落ちていることも珍しくないと言います。反対に日本の子どもたちは汚したら自分できれいにするということが身についており、教室など自分たちの使う場をきれいにしようという思いがあるのです。そもそも日本の学校の清掃活動は単に衛生的な環境を保つことを目的としているのではなく、公共心の育成や勤労の体験など人間形成に関しての教育的な効果も期待されています。つまり掃除自体が社会の一員としての自覚を持った人間を育てていく場になっているのです。こうした清掃活動という教育を
毎日積み重ねているために自然と身の回りをきれいにしたり、公共の秩序を大切にする人間が育っていくのでしょう。外国人たちから寄せられた声の中には、フランスと比較するコメントも多く届いていました。最後にそんな声をもう少しご紹介していきたいと思います。日本は本当に異常なレベルだよ。普通の人の生活水準が高すぎる。世界にこんな国が他にいくつあるだろうか。いや、これはきっと異常ではないんだよ。一人一人が必要最低限のマナーを身につけているってだけなんだと思う。人として大切なところをちゃんと大切にしているだけなんだよ。文明っていうのは、街がこういう状態になっていることを言うんだな。かつて50年前のフランスには文明は存在していたのに、一体いつこんな差をつけられてしまったことやら。ショックを隠せないわ。うちの国なんて日本みたいだったことなんて一度もないと思うよ。最近の政治家はこうだからとか、政治のせいにしちゃいけないと思う。結局は他人や周りの環境に敬意を払えるかどうかなんじゃない？国や文化が違っても、街の綺麗さや治安の良さっていうのは、結局のところ、そこにどんな人が住んでいるのかで変わるんだよね。日本は失業率が高くないっていうのも一つの要因かも。なんて言ったって、コロナ禍でも完全失業率が 2% 台だったらしい。経済的に安定しているから、自分以外の人の安全とか快適さのことを考える余裕が生まれるんだろうな。いやー、こんなに教育水準の高い国なんて他にないと思うよ。街行く人がみんな教養ある世界か。俺には縁がないかもしれないな。この日いずる国はいつも最終的に運が向いてくる気がするけど、それはきっと運でも気のせいでもない。そうなるのにも日頃の行いの良さっていう理由がちゃんとあるのさ。こういう日常に関することっていうのは、政治家がどんな派手なパフォーマンスをやっても意味がないよね。結局のところ大事なのは、国民一人一人の教育レベルやマナー、そして心がけなんだよ。こんなに見ていて気分のいい日常ってある？一体どこで日本とこんなに差がついてしまったんだろう。同じ人間なんだから、他のどの国もこんなに安全で綺麗でも不思議ではないはずなのに、今こうしてその差を見せつけられてなんだか恥ずかしいよ。フランスでは差別の問題も根強いよね。その人の出自によって食べるものも住むところも制限されているんだ。多くの人にチャンスが与えられている日本とは根本的に違うんだよ。残念なことだけどさ。確かにそうした差別が社会に怒りや反発を生んでいる部分は否定できないね。日本は保守的だって聞くこともあるけど、それは違うと思う。そんな差別の少ない日本はむしろ先進的だよ。日本は平和だ、綺麗な国だと言われるのには、単純にいつもゴミ拾いをしているとか警察がよく働いているとかではなく、長い間日本人が培ってきた価値観が大きく影響しているようです。特に学校教育での清掃活動が果たす役割は大きく、経済的な豊かさや選択の自由など他の要素との相乗効果もあって、平和で綺麗な今日の日本が作られていると感じさせられました。こうした自分の国の特色というのは、その文化の中で生活しているとなかなか気がつかないものですが、これからもぜひ大切に守っていきたいものです。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。